ヘンリー・ロノヘンリー・ロノは1970年代から1980年代にかけて活躍したケニアの元陸上競技選手であり中長距離4種目の元世界記録保持者である。彼は選手の前世紀であった1976年と1980年のオリンピックにはケニアがボイコットをしたため出場できなかった。リフトバレー州南利県カプサベット出身。ロノは ナンディ族の出身である。彼は、サムソン・キモブワラ・ホカのケニアの選手とともに1977年からアメリカのワシントン州立大学に通い、アメリカ人のコーチの下コーチを受けていた。ロノの選手としての絶頂期は1978年にやってきた。わずか81日間で、彼は1万メートル、5000メートル、3000メートル障害、3000メートルで4つの、 世界新記録を樹立するという過去に例のないことをやってのけた。1978年コモンウェルスゲームズで5000メートルと3000メートル障害で金メダルを獲得している。彼の出した3000メートル障害の世界記録はその後11年破られなかった。しかし、ロノは二度とこのような水準に戻ることはなかった。翌年飲酒によって 次第に体重が増加し始めたのだ。しかし1981年に5000メートルで世界新記録を出し、一度だけ彼の才能を伺わせたことがあったが、この時は酒に酔っていない状況であった。引退後にロノに待ち受けている状況は厳しかった。アルコール依存症となり、また収入を管理してくれる人もいなくなったので、無一文になったので1990年代には、 しばしば、ワシントン州のホームレス収容所に入ることとなった。しかし、現在は、アルコール依存症から脱却し、ニューメキシコ州の高校でコーチをしながら、マスターッツ陸上に出場している。ありがとうございます。